何の新しいの？自分でもどんなに撮れるか分かんない。自分でもどういう風に撮れるか分かんない。ガチャピン、ガチャピンじゃないですか。クマモン、また会えてよかったよ。じゃあクマモン、これ実験台やけん。じゃあ実験台、実験台、ちょ実験台、どういう風に撮ってるか分かんないんだ。あ、こういう明るいとこがいいな。行っちゃったよ。置いてくる。見ります、ちゃんと見ます。いや、くたびない。どんな風にするか分かんないんだよね。どんな風にするか。クマモンみんな、クマモンどうやらみんなを撮るの。落とすな、絶対落とすなよお前。押せるんか。面白すぎる。4年のご挨拶ありがとうございました。
熊本東証のお手伝いに来てくれました。それではまず心の輪を広げる体験作文部門の表彰を行いたいと思います。名前を呼ばれた方はステージへお上がりください。小学生の部最優秀賞は天草市立亀川小学校6年原田美久さんです。同じく中学生の部最優秀賞は宇城市立千田海中学校1年生宿間和美さんです。同じく高校生一般の部最優秀賞は熊本県立松ヶ瀬支援学校高等部2年の吉田優奈さんです。ご紹介は皆様には熊本県子ども障害福祉局局長柳田千代子から賞状および副賞が贈られます。熊本もアシスタントとしてよろしくお願いします。では心の輪を広げる体験作文部門小学生の部最優秀賞原田美久さんの前をお進みください。
さん、本当におめでとうございました。それでは受賞者の皆さんはステージの袖でお待ちください。皆さんには後ほど受賞作品の朗読をしていただきますので、よろしくお願いいたします。障害者集団のオスター部門の部門の表彰です。お名前を呼ばれた方はステージへお上がりください。小学生の部最優秀賞は菊陽町立菊陽中学校、菊陽小学中部小学校6年大瀬良美穂さんです。大瀬良さんは本日ご都合により欠席でございます。同じく中学生の部最優秀賞は山梨立菊花中学校1年青木舞浦さんです。受賞された皆様には柳田局長から賞状および副賞が贈られます。疲れたね、疲れたね、お疲れ様。トイレちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。早く。そう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 、早く帰らないと。じゃあね、くまモン、バイバイ。ありがとうございます。
じゃあね、お疲れ様、バイバイ、またバイバイ。あ、お姉さん、もうダッシュダッシュ。バイバイ、ごめん。本当に行こう。